ください。珠洲市の道の駅すずなりの敷地内の仮設店舗で今日オープンした食堂と弁当店。地震で店舗が被災し営業を続けられなくなった市内の4つの飲食店などが設立した合同会社が運営するものです。食堂では地元の海産物を使った丼物やとんかつ定食などを揃えていて、開店を待ちわびた客が舌鼓を打っていました。いやー、もう待ってた。いつもスーパーかコンビニの弁当ばっかりだったから、こうやってね定食食べれるっていうのは本当幸せです。今日がまさにこれからやっていくことのスタートなので、一日一日大事にお客様にやり取りをしながら進んでいきたいなという気持ちです。食堂は午前11時から午後2時半までの営業で、今月中旬以降夜の営業も始める予定だということです。珠洲市三崎町の珠洲神社を訪れた歌手の相川七瀬さん。2017年に植樹活動で神社を訪れてから信仰があり、今日は復興支援として義援金を届けました。義援金は相川さんが3月に声かけをして、珠洲神社の奥宮に縁のある茨城県の鹿島神宮と千葉県の香取神宮で募ったものだということです。相川さんは去年5月に発生した地震以降支援を続けていて、義援金を届けるのは今回で5回目ということです。地域の祈りの場としての神社っていうものを早く復興できたらいいなっていうふうに思っていますし、少しでも皆さんの心の平穏が訪れるような場所として何かにお役に立てていただけたらなというふうに思います。義援金は今後氏子たちとも相談しながら神社の修復に使われるということです。国や県、津波などの専門家が集まって開かれた今日の検討会、能登半島地震で発生した津波の調査データと過去に県内で観測した津波を参考に、対策を講じるために想定する津波のレベルを決めていきます。レベルは2つに分かれ、1つは津波高は低いものの大きな被害をもたらす比較的発生頻度の高い津波、この場合堤防整備などの目安となる設計津波水位を設定し、ハード面で被害を軽減します。この水位を上回る浸水の高さだった場合はもう一つのレベルの最大クラスの津波とされ、ハード面に加え避難路の確保などソフト面でも対策が必要です。今回の能登半島地震では珠洲市寺家地区で5メートル、能登町白丸地区で 4.93 メートルなどの津波の痕跡が確認され、検討会で最大クラスと評価されました。まずはハード対策としては、今被災した海岸堤防とか護岸とか海岸保全施設がありますが、そういったものをいち早くもう復旧するということがとにかく重要かと考えております。県では市や町にも情報を共有し、避難路の設定やハザードマップの整備などソフト対策にも活用を促していくとしています。はい、私は珠洲市野々江町にあります道の駅すずなりの前に来ています。珠洲市っていうから少し涼しいのかなと思ったんですけども結構ムワッとしてまして、湿度もちょっとベタベタって感じですよね。そうなんです。で、目の前見ていただきますと駐車場がいっぱいあるんですが、これ午前中から取材していましたが、お昼時満車です。多くのトラックや復興作業の方、ボランティアの方が行き交うなど重機の音まで聞こえるんですよね。でもこの重機の音が復興への足音なんだという方もいらっしゃるということで、だんだんね人が集まってきましたよ。さあ、復興を支えるお店が実はオープンしまして、こちら鈴キッチンって書いてあるんですが、その横にお弁当屋さんの窓口があるんですよ。ああ、ちょっと黄色い声聞こえますか？すごい、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。もう開けちゃおう。こんにちは。
ありがとうございます。もう錦鯉みたいなこんにちはみたいな方がたくさんいらっしゃいました。実はねこのテンションが高いのは何でかっていうと、朝5時からやってるからなんです。なるほど。朝5時からつい先ほど3時までやっていたということなんですよ。ありがとうございます。お疲れのところね、また頑張ってくださいね。はい、でそのお弁当屋さん閉めちゃいます。閉めましょう。閉めちゃいます。もう一回開けましょう。お弁当屋さんの横にあるのがこちらレストラン鈴なり食堂。なんと9月6日金曜日、今日オープンしました。お昼時多くのお客さんでにぎわったんです。たくさんの方が今このレストランに入ってるのをびっくりして見てるんですけど、やっぱりね、やっぱりそういうようなところってなかったからね。全然ないんだもの。でもこういうお店ができるのはどんな、あ、よかったです。まさしそれ聞いた時、あ、よかったって拍手したくらい。それまでは食べるところがあまりなかったんですか。ほとんどなかったですよ。スズはそばにねレストランができたり、はい、お弁当が買えたりする。助かりますね。ねえ、はい、普段はもうコンビニしかないんで。そうですよね。いやだってまだ今お昼12時16分です。大丈夫ですか並んで。大丈夫です。お昼休み、はい、涼時間ですから。涼時間大丈夫です。朝5時からやってるみたいなので嬉しいです。そうです、はい、皆さん普段はどんなお仕事されてるんですか。解体業です。解体業、はい、時間はかかると思うんですけど、まあ、僕らができる限り早く済ましてって、なんてお客さんじゃないけど住民の方たちがありがとうって言ってもらえるような仕事をしたいなと思って。嬉しいな。さあ今インタビューしました鈴なり食堂の前に来ていますが、実はね周辺に飲食店はあるんですけれども、地震の影響でまだ再開できないお店もありまして、これまであの復興作業をされている方であるとかボランティアの皆さんはお食事をどこで取るか本当に悩んでいらしたそうなんですね。コンビニに行っても皆さんがコンビニに集中するので夕方には食べ物がなくなってしまう。それぐらい飲食店やコンビニエンスストアに長い列ができていたということなんです。でそんな中今日オープンしたのがこちら、地震の影響で休業中の飲食店など4店舗が集まって立ち上げた会社、お店になるんです。今日はですねもう夕方の時間でもおしまい準備中って書いてありますけれども、早速入りますが営業時間外なのに大変申し訳ありませんということで、中は涼しいですよということでよろしくお願いします。お弁当のテイクアウト、そしてレストランの2つのお店の代表を務めていらっしゃる坂本信子さんです。よろしくお願いします。坂本さんもともと涼しないでレストラン天祖を経営されているということです。今日はでもお昼時たくさんのお客さんいらっしゃいましたね。はい、おかげさまでにぎわい出せまして本当嬉しく思ってます。初日どうでしたか。はい、初日は本当に心配だったんですけれども、おかげさまで皆様来ていただいて鈴のものを召し上がっていただいて安心しております。はい、でそしてお弁当屋さんも朝5時からやってまして、私さっき黄色い声援を浴びたんですけど、はい、皆さん元気にねやってらっしゃいますよね。はい、ちょっと出勤時間が早いんで、だんだんテンションが。そうなんですよね。はい、皆さん朝早くからお仕事されているということで、はい、お弁当屋さんの隣にありますレストランでメニューがこのようになっています。豊富なんですよ。どれにしようかな、坂本さん、どれがいいですか。もう断然この復興丼を召し上がっていただきたいと思います。復興丼、これテレビ金沢さん2750円経費で大丈夫ですか。OK いただきました。ありがとうございます。それではおすすめの復興丼を食べさせていただきます。よろしくお願いします。さあこちらご覧いただきたいんですが、意外とね広いんですよ。58席ありまして広くて開放感があるんですね。はい、でさらに先ほどのもう一回言いますよ、はい、私が黄色い声援を浴びたレストランの隣のお弁当店、こんなねいろんなバリエーションがあって、どれにしようかなってちょっと悩むぐらいなんですよね。迷いますね。こういった選択肢があるということがこの鈴市内には今必要だったんじゃないかなって、私の取材を通して
感じました、ね、必要です。さあ、はい、お待たせしました。復興丼、復興丼来ました。復興丼、福と書いて幸せと書いて復興丼でございます。いや、これはね、お上品にきらびやかに盛られてますよ。まず何を食べたらいいですか？まずアオリイカをぜひ今時期のものに。アオリイカ一番手前ですか？はい、旬のイカを食べてください。はい、じゃあこのアオリイカをアオリ気味に、アオリ気味に行かせていただきます。いただきます。本当に勉強になります。おいしい。あら、どうですか、イカってこんなにサクサク食べられるもんでしたか？そうですね、うん、非常にあの歯ごたえもいいし甘みもあっていいと思います、うん、今の時期は。いやね、あのね、噛むごとに甘さが出てくる、うん、さらにずっと噛んでても食感はサクサクです、うん、さあ続いて何を食べたらいいですか？次はですね、うん、このマダイを言っていただきたいと思います。マダイ、これ、はい、マダイですよ。これめでたい日にマダイじゃないですか。もうね、食べやすく小さく切ってあるんです。これね、ちょっとマダイなので、はい、お醤油に浸す。おお、ちょっと能登島のような油の跡ができましたよ。これ能登島のような跡油たっぷり見えませんけど、いただきます。私のふるさと、私のふるさと、白身魚を超えているうまみですよ。これはよかったです。おいしい、はい、ちょっと待ってください。その前にご飯をいただきたいんですけど、このご飯はどこのご飯？これは私たち鈴のお米になっています。鈴のお米、はい、コシヒカリです。じゃあちょっと鈴のお米いただきます ね、 そうですね。どうですか、うん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 、いい焼き加減になってて、私少し好きなんですけど、はい、固めでありながら、うん、一粒一粒が立ってるこの炊き加減、これお刺身バッチリ。あ、よかったです、ね、ました。あとちょっと見ていただきたいのがこれサーモン、はい、サーモンって鈴で取れるんですか？いや、このサーモンだけはですね、うん、あの宮城県の南三陸の方から取り寄せまして、はい、あの入っています。え、それはなぜですか？あの、私たちやはり地震でお互いにですね、うん、非常にあの大変な思いをしているってわけなんですけれども、ええ、そのそちらの方のサーモン、名産のサーモンと能登、うん、のその海鮮食材をミックスしてお互いに復興していきましょうという願いを込めて、あの入れさせていただいてます。いや、いいな。じゃあもう本当に復興の思いが詰まったサーモンいただきますね、はいはい、このサーモンね、はい、なぜかね2枚同時に取れてしまったんでね贅沢にいただきますよ。そうですよ、いただきます。美味しそう、このサーモンも、ね、あー、うわー、のーのとの醤油に合いますよね。のとのお醤油と太平洋側のお魚が見事なマッチ、うんうん、はい、あのさっきアオリイカ食べてサクサクだった頭の中が柔らかいねっとりとしたふわっとしたサーモンの旨味が口の中に広がって、うわーサーモン口の中、うわーサーモンっていう感じです。今日朝だいぶ早かったですけど、これはね後でいただきますよ。もう平山さんにも食べてもらいたいぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ぜひ復興のね味わいを楽しんでいただきたいと思いますが、これねよく見てみるとプレハブなんですよ。これ仮設店舗ということなんですね。そうですね、仮設の店舗で2年間の限定で、はい、あの使わせていただいてます。これはなぜ2年の仮設なんですか？はい、あの仮設店舗というのは仮設住宅と同じ括りなので、この2年間の間に私たちはあの次のステップを踏めるように準備をする前段階の、はい、お店ということになりますね。そうですか、うん、ということは2年間しかできないという意味合いではなく、この2年でなんとか復活してやるぞという気持ちなんですね。そうですね、うん、あのやはり自分のお店をやっぱり復活することが、はい、あのゴールなので、うん、そこに向けて頑張れるようにしたいと思ってます、はい、先ほど4つの店舗が集まってできているレストランだとお伺いしたんですが、うんうんうん、はい、後ろに男性3人がいらっしゃいますが、はい、残りの3店舗の皆さんですか？そうです、ね、あら、じゃあちょっと早速この復興丼は後で必ず完食しますんでね、はい、私食べてみてください。私が全部食べますから。あ、やっぱそうですね、はい、ということで、はい、今会議をなさっているということです。お疲れ様でした、瀬戸さん、和田さん、浜中さんにお越しいただきました。お疲れ様でした。今日の売り上げまたは状況、はい、どうだったんでしょう、はい、言える範囲でぜひお願いします、はい、今日はあの今日の日のためにスタッフ一丸となって準備を進めてきました、はい、おかげさまで今日は無事
なんとか営業終了まで行きまして目標までにはちょっと及びませんでしたけれども、いろんな今日お客様をお待たせしたりですとか、いろんな反省点がたくさん出ましたので、反省会をしてました。そうですか。いや、いつもこうやって4人で反省をするような今後会議が行われるんですか？そうですね、あの今までもオープン前も終わってから、ちょっと準備終わってから、はい、なんとなくこう4人で会ってですね、あの、はい、ここで集まって、なんか明日はどうするとか、今日はどこまで仕込みをするとか、あと何が足りないとか、そういったことをあのいろいろ共有する時間は持っています。そうですか、はい、あの和田さん、今後、はい、この4店舗が、はい、あの2年間の仮設店舗ということですけれども、はい、どういうふうに未来進んでいけたらいいなと思っていらっしゃいますか？はい、今ちょっと短い期間ですけれども、うん、まあ、今回こんないいチャンスをいただいたので、うん、これをあの機会にですね、はい、この経験を生かして、次に進めていきたいですし、これを本当に地域の皆さんに、本当に食を通じて笑顔と幸せを届けられるようにみんなでしていきたいと思ってます。はい、ね、坂本さん、あのこの4店舗の皆さんにとっては今日が復興へ向けての大きな第一歩と考えていいでしょうか？はい、今日が第一歩目なので、ここからスタートで頑張っていきたいと思います。はい、そしてあのボランティアの皆さんとか復興の作業に携わってくださる皆さんが本当に笑顔でここずっと行列作ってらっしゃったんですよ。 そうですね、それについてはどうですか？はい、あの、まあ、朝の5時から販売してるんですが、お弁当の方は、まあ、来てくださるか分からなかったんですけども、もう本当に朝5時から来てくださるお客さんがいて、やっぱりあの必要とされてることをできているんだなというふうに思いました。実際何食作って朝5時から待ってるんですか？朝は、朝食で120ほど作る。そんなに作るんですか？そうですね。いや、じゃあそれを作るという皆さんの支えがあってこそ、珠洲市のこの食堂周辺がまた盛り上がってくるということで ね、復興の一歩の大きな一歩になるといいですね。はい、はい、坂本信子さんにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。珠洲市の、ね、中心部にできた店舗ですけれども、お店お昼本当ににぎわいがありました。あのこの後夜の営業も、ね、考えているということで、はい、これから、ね、はい、またどんどんの広がっていくと思います。でこの4人の皆さんが作る料理と笑顔がこの街の復興を支えるのは間違いありません。今日は初日で疲れているので笑顔はありませんけれどもこの皆さんたちが珠洲市を盛り上げてくれると思います。でね、皆さんの店がいち早く復興することを願っております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、その珠洲市放流町は地震と津波の被害を同時に受けた場所でもあります。日の入りを迎えまして辺りは暗くなってきまして、日常の夕方かと思いきや、画面の右側を見ていただきますと、8ヶ月経った今も民家が崩れ、この道にですね、せり出してこようという勢いです。こういった状況がこの街の中の至るところにありました。先ほど取材してきましたので、その映像をご覧ください。地震後津波に襲われまして、今も手つかずの家が多数あります。道はですね、通れるようにかろうじてスペースは開けられているんですが、そこから横に視線を向けてみますと、8ヶ月経った現在も地震と津波の影響を受けた建物が残った状況となっています。そして今日はですね、公民館で取材をさせていただくんですが、こちらのオレンジ色のボックス型の建物、何かと言いますと、実は中を見てみますとブースが入っています。これはあのシャワーブースだということで、これは今日の夜から早くても使えるようになるのではないかというお話をしていましたが、まだ稼働はしていません。この公民館は避難所になっていまして、ここからだいたい300メートルほど離れた放流小中学校に避難していた皆さんが、人数が少なくなったということもありまして、こちらの公民館に避難をしてきて、現在22人の方が身を寄せているということです。許可をいただいて中に入らせていただきます。失礼します。そして公民館の中に入ってきましたが、
画面の右の奥をご覧いただきましょうか。坑道と書かれてありますけれども、この中にはですねテントが入っているんです。畳2畳分ほどのテントだということですが、段ボールベッドや机が設置されています。プライバシーは確保されていますが、地震から9ヶ月目を迎えた今も厳しい生活を強いられているということで、先ほど避難されている方にお話を伺ってきました。このテントがもうびっしりと並んでますけども、はい、あそこでの生活はどうですか？やっぱり段ボールよりは断然いいんですよ。まあ、あの壁がもう段ボールの倍ぐらいあるんで、あ、はい、ただやっぱり2人で寝る分にはちょっと狭いかなと。この公民館に来る前はどこにいらしたんですか？法隆小中学校の方にいました。あ、そうですか、はい、つまり学校が始まるから、はい、公民館にみんな移動してくれということですか？はい、まあ、学校の開放自体には賛成なんですけども、うん、その前に仮設住宅普通は入れる、うん、と思っとったんですけどね。公民館を出た後には、はい、なんとか今度は仮設住宅にという思いですか？はい、うん、まあ、仮設住宅出るまではここに追っていようとは、あ、仮設住宅に入るまでは聞いてるので、そこは安心してるんですけど。今後どういう生活になってくれればいいなと思いますか？ああ、そうですね、はあ、なんとも言えませんね。まあとにかく私はあの反対なもんで、はい、一応仮設がに入ることが決まったんですけど。ああ、そうですか、はい、わずかながらでも希望が見えたという感じですか？そうです、やっと曇り空から揃えるようになって、まだバラ色ではなりませんよ。この先不安なことは？日本車ならもう家帰るところにいますけど、うん、あのそこの行っても3軒かな、うん、3軒なんですわ。18軒あったの3軒になるんですよ、まあ、はい、うん、部落の人がね少なくなったからね、なんとも言えませんね。みんな帰って、みんなこうし帰ってこられるいいんですけどね。珠洲市の現状をお伝えしますと、発災当初7600人が最大避難をしていらっしゃいました。仮設住宅の建設が進み、これまでおよそ2300人が入居しています。現在167人の方が未だ避難所生活を続けていらっしゃるということです。仮設住宅は11月まで建設が進められる予定だということですが、多くの避難者がその完成を待っているところなんです。一方で避難している方の中には家の水道が使えないために避難生活をしていらっしゃるという方もいらっしゃいます。地震以降この珠洲で水道工事を続ける水道業者を取材しました。先週珠洲市三崎町の住宅では地震で破損した下水道の工事が行われていました。これ全部掘ったんですか？そうですね、まあ、機械でこれ掘って、ここがトイレで、これつなげばトイレが使えるようになるっていう感じで。市内で水道管工事の会社を営む上野哲司さん。地元を中心に社員らと宅内配管の復旧工事を続けています。市はほとんどのエリアで上下水道が応急的に復旧したとしていますが、各家庭の宅内配管の修理は未だ順番待ちの状態。この家の住民も7ヶ月待ちで、これまでは納屋にある汲み取り式のトイレを使いしのいでいたため不自由していたといいます。煮たり食ったりすることはなんとかできるけども、この一番肝心の便所がなくなったが、一番どうにもならない。いたら早いこと少しいけど、いや、通常どうということはみんな本音さがいに。慣れ親しんだ地元の業者に修理してほしいという人も多く、上野さんも元日からほとんど休みなく働いていますが、年内まで予約はいっぱい。作業員を増やそうと募集をかけても
人が集まらないと言います。従業員ちょっと辞めたりとかっていうのもあったりで、人手不足でもあって、なかなか工事進まない部分もあったりするので、まあ、そういうところが、大変な部分ですね。一人でもお客さんがいつも通りの生活に早く戻れるように頑張っていきたいなと思ってます。ここからは避難所の運営責任者を務めていらっしゃいます多田新郎さんにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。震災から8ヶ月以上が経ちまして、まだ復旧に時間がかかっているというところもありますが、今の心境はいかがでしょうか。はい、先週までは小中学校の方で避難所、はい、で、人数が減ってきたのでこちらに移動しました。うん、はい、学校は完全にね、子どもたちに帰ったのかなと思いますけども、まあ、その間やはり仮設住宅の建設が進んだこと、それから、まあ、少しずつですが家のいわゆる上下水道の整備が、まあ、進んできたということで、自宅に帰られる方が増えてきた、まあ、ということで、まあ、少しずつ、まあ、前進してるのかな。まあ、避難している人たちの表情も明るいし、はい、会話も弾んでますので、まあ、少しずつ、まあ、進んでるなという感はします。はい、そんな中今何が必要とされているとお考えでしょうか。例えば今避難している人たちを見ながら思ってるんですが、はい、半壊以上の方々は仮設に入ることができますし、今20人ですけども、あと1ヶ月後にはほぼほぼ多分入っていかれると思います、はい、ですけども準半壊、から一部損壊、まあ、準半壊の方もいるんですが、準半壊の方たちは仮設の対象にはなっていない、でそんな中でやはり高齢の方、あるいは疾病を持っておられる方、病気の方ですね、でそういう方がやっぱり家の整備も進まない中でやはり避難所を続けなきゃいけない、でここはやっぱり国のルールとしてそのあたりをなんとか考えていただきたいなと、まあ、そういう方でもなんとか入れるような、まあ、そういう配慮というか、まあまあ、ができないかなということが一つと、はい、それから準半壊の方でもやっぱりね、聞いてみると屋根を整備するのに何百万もかかる、はい、だからそれだけのね費用、まあまあ、ルールはルールだけど、まあ、そういう人たちにもやはり生活再建支援資金の、はい、手当というか、手立てをやっぱり考えていただきたいなということを思ってます。柔軟に適用してもらいたいという気持ちがね。そうですね、国の方では基金なんかも一応準備されてるそうなんで、はい、まあ、そのあたりまた考えていただきたいなというのが私の心境です。はい、今一人一人のお話がありましたけれども、はい、珠洲全体の未来をどう考えていらっしゃいますか。はい、でじゃあ珠洲の売りは何だったのかなって、で私はやっぱり里山里海、この景観、あるいはそこから生まれてくるなりわい、これがやっぱり珠洲のやっぱり強みだと思っています。でじゃあそのなりわい、例えば田んぼの稲、あるいはその畑とかつながるその用水路とかね、まあ、そういうのは破壊されているんで、やっぱりそういう強みをもやはり何ていうかな、未来につなげていきたいな、まあこの辺の見附島もガラッと変わったんだけど、まあ、それはそれでしっかり自然災害を受け入れて、やっぱり強みをみんなで知恵を絞りながらまた次につなげていきたいな、まあ、そういうことがやっぱり未来を担う子どもたちにとっても大事なことかなと、そんなふうに思っています。はい、ここまでは避難所の運営責任者、多田新郎さんにお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。今日一日取材を続けてみまして、避難されている方から、ある方からですね、お弁当が出ていいね、避難所から出られてよかったねっていう声を聞くんだそうです。でも生きていることと生きることは全く別だと思います。生活ができているから生きているんじゃなくて、やりがいがあるから生きているんだって
感じるんだと思います。ですからもう行政も、水道業者も工事の皆さんも誰一人手を抜いていないと思いますが、この末端の一人一人の避難者のところまでその実感が届いていないというのが現状です。皆さんが前を向いて生きることができるようになるまでまだ時間がかかると思います。ぜひサポートをお願いします。中継でした。みずみずしい果肉と滑らかな口当たりが特徴の石川アールスメロン。金沢市内にある JA の集出荷場には今日およそ2000玉が持ち込まれ、大きさや網目の状態などによって次々と選別されていきました。今年は梅雨明けの日照不足や連日の猛暑が心配されましたが、適切な水管理などによって例年通り高品質なメロンに仕上がったということです。例年と遜色なく美味しく仕上がっていると思いますよ。で、大体1週間ぐらいして、少しお尻を押さえて柔らかくなったら食べ頃なんで、食べてにっこりとしていただければ一番いいかなというふうに思いますので。出荷は来月上旬まで続き、今日出荷されたメロンは明日の午後には県内の店頭に並ぶ予定です。事故があったのは加賀市片山津温泉の市道で、昨日午後11時ごろ交差点を右折した普通乗用車が道路中央付近にいた男性を引きました。車に引かれたのは市内に住む宮永勲さん71歳で、その後病院で死亡が確認されました。警察は車を運転していた自称会社役員の女性から話を聞くなどして事故の状況や原因を調べています。冬に醸造し、ひと夏熟成させた日本酒冷やおろしが今日一斉に発売されました。菊姫の冷やおろしをいただきます。冷えているのでよりすっきりとした味わいを感じます。今年は県内21の酒蔵が出品していて、このうち地震で被災した能登の3つの酒蔵は小松市や白山市の酒蔵と共同醸造を行いました。イオンモール白山では販売イベントが始まり、14種類を試飲することができます。本当に香りもよく、味に丸みのある美味しいお酒になっております。やっぱり季節のお料理に合わせて一緒に召し上がっていただきたいと思います。この販売イベントはあさってまで行われます。